ダブルスで食らうと、まあ、習う形じゃなくて、はい、まあ、それはそれで。なるほど、まあ、ですが、そうですね、メイン食らうの方ってチームキャラクター迷わないのでいいですよね。まあ、そうですね、はい、そのままメインを出して大丈夫なので、はい、そうですね。あ、実況は私、ヤドックスと、ダブルAバッテリーさん、はい、はい、私ヤドックス、ダブルAバッテリーさんの2人で、実況しています。めっちゃ村人連打してますね。何かのアピールですか。フォーラナイっていうキーコンが、ニエトンさんだと思います。あ、はい、今日さあランダムが4人並びました。何ですかこれ。まさかのランダム。おい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 。あ、出ましたね。お互い全員メインキャラですね。そうですね、ゼロサム、シーク、フォックス、カムイ。これやっぱり様子見ですかね。いや、どうでしょう。ただそうですね、そうですね、カムイはシーク結構厳しいって言われてるので、どうなんでしょうね。でもまあメインを信じてっていう可能性もありますし、あとはザクレイさんはそうですね、ワンオンワンではマルスも使うんですけど、はい、ただあのチーム中で、先端当てるのはかなり難しいので、ルキナを出してくる可能性もありますね。そうですね、ルキナの、まあ、横スマはあの横スマの中で一番早く出るので、はい、まあ、マルスもそうですが10フレームで出ますね。そうですね、サムスもそうです。サムスも10フレームですね。そうですね。でルキナはやっぱりマルスと違ってどこで当ててもめちゃめちゃ吹っ飛ぶんで、ダブルスだと、はい、あの、まあ、その方がなんかやりやすいというか、そうですね、まあ、お、ステージがスマムラ、スマムラでいいんですかね。スマムラでしたね。ここでフォーラナイのフォーラピーコンを出しているニオトンさん、今日来てましたね。来てました。あのダブルスでちょこっと出てましたね。あの、はい、3位で、はい、まあ、ギリギリ通過できなかったという感じでした、ね。3位でシングルスですか。あ、シングルスは出てました。ダブルスで出ました。出てました。あの、あ、ダブルバッテリーさんが、いや、あの、ラナイさんがです。あ、ラナイさん、ラナイさん今日出てたんですか。あ、はい、言ってましたね。 あの、気がつかなかった。シングルスでは出てませんでしたけど、はい、あのダブルスでは、あの、あ、出てましたね。ちなみにラナイさんは誰と。ああ、素晴らしい、覚えてます。ファイアフォックスに対してちゃんとフリップキックを崖上から合わせていきました。さあ掴んで空中上、まだ激戦に至らず。さあ弱弱、さあ弱で飛ばされたところをしっかりと NB で火力を稼いでいって。さあ空中後ろ当たって、さあニュートンシークは撃墜頃だが、さあ空中ニュートラルで撃墜ギリギリしない。さあここから、さあ空中後ろでザクレイカムイが外出されてる間に 2-1 が始まる。さあ前投げでラインを奪っていく青チーム。さあ上投げ撃墜されていく。ここは、はい、そうですね、あのザックレイ、あの、はい、ラッチーチームがラッチーザックレイ、はい、ラッチーザックレイがあのステージのポジションの、あの、はい、なんですかね、まあ、ステージのポジションを取ることがなんか、今は輝いてますね。そしてなんか、はい、あのニエトモさんとチョコさんをできるだけ 外に回しているというか。そうですね、ラインを作ってるということですね。ただダメージレースがかなり厳しいか。ストックはまるまる1ストック差。さあ横スマッシュ当ててストックを並ばせて、さあ、ここでラッチーフォックスが撃墜されるか。撃墜されていく。空中後ろかなり飛ぶ。さあ空中ニュートラルで止めてるところしっかりと助けに行く。さあ前投げに対して合わせられない。さあチームとしてのラインは取ったが逆に取り返されていく。さあ赤チームが現在ラインを取れている状況で、さあニエトのシークが撃墜、素晴らしい。ここでストックカウントが同じになりますね。並びましたね。そうですね、ただダメージが非常にカムイの方が溜まってきているので、いかに撃墜を拒否しながら火力を稼いでいきたいところ。さあ横火当てて 82% 直行ゼロサム。さあ前のに対して空中上、空中上、上火入るか、入らない。空中上で締めていく。弱弱弱でさらに着地狩り。さあ空中後ろ、
決まりませんね。ホックスがもうかなりか、まあ、別に、あ、ここでカムイが落ちて、はい、これは少し厳しくなりましたね、はい、そうですね。ラッチホックスは何としてでも下水を避けて 2-2 の状態を作らなければいけないところ。そうですね、ここは何としてもチョコのストックを取りたいところですね。そうですね、チョコさんのストックを取りたいところですが、なかなか硬い、後ろに下がっている。さあ後ろ掴んで、さあちゃんと空中へ、素晴らしい連携でしたね。そのまま 2-1 で倒したいところだが、さあチョコゼロ様が戻ってくる。ラッチフォックスは何としても下水を避けなければならない状況だが、さあ崖に、ね、ラインがない。さあ針で外出されて、お、さあ素晴らしい空中上、空中上決まったと思いましたが、やそこで牽制に入ったチョコでしたね。そうですね、素晴らしいですね。さあここでジャクジャクジャクで弾き返して、さあどうやってザクレイカメラ倒していく。横 B でしっかり逃げてノーリスク。さあ空中にとるしっかりガードして、後ろ投げに上スマッシュ先端飛びますね。あれパワーキャラ、シークはパワーキャラですね。さあここでキャラ変えるかの問題を、そうですね、考えてますね、ザックレイさんとラッキーさん、はい。まあよく言われているのがチームでフォックス と、カメ両方とも後衛向きなんですよ。ああそうですね、はい、強いて言うなら。そうですね、強いて言うならですけど、なのでちょっと前衛でかなりさばける、シークというキャラが相手にいる状態でどう前衛ができるキャラを持ってくるのか、それともそのキャラのままメインキャラのまま信じて、修正をしていくのかっていうところじゃないですか、ね、そうですね。ここはニエトのシークをどう前衛として、まあ、前衛のニエトのシークをどうやって崩せるかが、はい、まあ、確かに大事になりますね。そうです、キャラは変えなかったそうですね、はい、そうですね、キャラは変わらずスマブラステージも一緒。さあ掴んで空中前、さあ空中ニュートラルで火力を稼いで 21%。 さあ D ダシエで浮かしたところだが、さあカメイが危ない、空中前空中前空中前、あっという間に決まりました。ここやっぱりスマムラの台が怖いですね、はい、そうですね、そう、低パーセントの相手でしたらシークが空中前空中前空中前とさっきみたいに運んで撃墜がかなり狙えますね。しかもローリスク、素晴らしいですよね、あのキャラ。さあストックを取り返していきたい、ザクレイラッチですが、そうですね、ここはストック取り返したいと、まあ、攻める感じでいってますけど、やっぱり攻め続けると、まあ、ダメージを取るリスクがあるので、それはちょっと、そうですね、このゲーム街が強いので、攻められた時に対してどうね、反撃を食らわずにパーセントを稼ぎたいっていうところでしょう。そうですね、あとストックをなくしても そのまま冷静を保って、はい、いかにストックを保持しながらできるだけ、まあ、ストックを取りに行く。さあ空中前から空中上決めてストックリードしましたね、ラッチーザクレイ。ただダメージがかなり高いのでストックをなるべく、あ、行ってるそばから素晴らしい連携でしたね。横丁から上スマッシュ合わせれます素晴らしいですよね。そうですね、上スマを合わせるニュートのシークが輝いてますね、はい。そうですね、ちゃんとパスができる、両方ともお互いパスするっていう意識があるのがすごいですね。なかなかできないんで、さあラッチフォックスかなり火力を稼がれていて、もう 61%。 さあ掴んでしまってアシストしてしまうような状況。さあザクレイカムイがなんとか帰ってこれて、さあ針でせっかくガキガイから戻ったところでもう一回崖が出せてしまって状況が悪くなる。さあ空中後ろが誤爆してしまう。あ、さあ上スマッシュは投げがギリギリ高いので当たらず、さあザクレイカメン 92% 撃墜されるともう絶望的な状況だが、さあ空中ニュートラルで浮かされた
ゼロ様だがしっかり戻っていって、さあ空中ニュートラル浮かされて回避を見たところしっかりと空中上を当てて撃墜していく。さあ絶望的なストック差がだが、さあ崖を掴んで崖上がり空中後ろ食らってハリデの邪魔が入る。さあ帰れるか、空中したメテオ素晴らしい、スタイリッシュですね。そうですね、まあ、まさに上位勢的なプレイでしたね、はい、チョコさん、ニュートンさんでしたね。そうですね、素晴らしい連携が素晴らしかったですね。そうですね、特にラッチーフォックスが倒された瞬間に何でしたっけ